ばんは、しかのまです。今週も1週間お疲れ様でした。本日はですね、昨日に引き続きダイエット動画をやっていこうと思います。今宵のダイエット動画は、4月までに毎日続けたら必ず引き締まる足のダイエット法でございます。今回の足痩せ動画は、昨日の腕痩せと同様に、皆さんもね、痩せたい場所がふくらはぎだったり太ももとか足首とかいろいろあると思います。なので部位ごとに全部で6種類紹介するので、その中から最低2つ自分のね、コンプレックスに合ったダイエット法を絞って毎日続けてください。まあ気分によってね、トレーニングは変えていいんですけど、まあ、毎日ね、必ず最低1個でもすれば引き締まると思うので、ぜひ騙されたと思って挑戦してみてください。本当にダイエットは継続、いつも言ってますが、もしね、続けれないなって思ったら私の動画見返して一緒にダイエット頑張りましょう。今回の動画も一緒にね、ダイエットができるように数えながら進めていこうと思います。そしてちょっとね、ダイエットの気が緩い人とか、続けたいけどモチベが上がらないなって人は、ぜひコメント欄を使って、ちゃんと今日はね、足足トレーニングができたら、3月何日足足トレーニングできたとか、まあ今日はね、ご飯ちゃんと我慢できたりしたら、今日はご飯少なめとか、まあ、自分なりにね、コメント欄を有効活用してダイエットに活かしてみてください。私がね、いつもしているダイエットの記録みたいな感じで、今回コメント欄の固定のところに貼っておくので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速始めていこうと思います。まず一つ目に紹介するのがワイドスクワットです。こちらはですね、内ももを鍛えてくれるんですけど、全体的に足が引き締まるトレーニングです。足は肩幅よりちょっと広めに開きます。そして私ヒール履いてるんですけど、普通の人はヒール履かなくて大丈夫です。で、そのままね、真下にね、お尻を下ろす感じで意識してやっていきましょう。まあ、慣れてきたらヒール履いてもいいと思います。で、これはですね、3日に1回がちょうどいいと思います。1、これはね、10回の3セットやっていきます。まあ、きつい方はね、2セットでも自分がやりやすい方で大丈夫です。3、腹筋もね、結構ね、効くのでおすすめですよ。4、きついけど頑張ってください。5、6、きつい、ゆっくりするのがね、さらに効果出るんで。7、ゆっくりね、やっていきましょう。結構きついんですけど、かなり鍛えられます。8、9、ラスト、あと1回。10、結構きついね。お疲れ様でした。続いて紹介するのは、座りながらできるふくらはぎ痩せトレーニングを紹介します。こういうね、なんか学校とかでね、教科書とかでも大丈夫なんですけど、この膝の位置にね、挟んでトレーニングやっていきます。膝に挟むだけのトレーニングっていうのもあるんですけど、今回はね、さらに上を行っていきます。あ、ね、かかと上げて10秒キープですね。それではやってみましょう。ふくらはぎって本当に痩せにくいんですよね。筋トレしすぎても太くなっちゃったりするんで、私はマッサージとストレッチ重視のダイエットをやっています。まあ、このね、10秒キープを3セットやって、まあ、学校でもできますし、職場でもできるんで、ぜひ空いてる時間にやってみてください。続いてはですね、つま先を上げて10秒キープです。これね、ダイエットしてる人もしない人もね、関係なくすごくね、ふくらはぎが伸びるんで、どちらかというとね、気持ちいい系ですね。で、やった後にね、大事なポイント言っちゃうんですけど、まずね、背もたれをね、使わないこと、絶対に背筋上げてください。そして終わったら足バタバタしましょう。続いてはね、テレビを見ながらできるトレーニング、足パカの横バージョンでございます。これはですね、ゆっくり高く上げることを意識してやってください。まあ、朝起きてね、ペットでゴロゴロしながら携帯するんじゃなく、足をね、パカパカしてみましょう。それでは10回やっていきましょう。1、2、これはね、10回の3セットで大丈夫ですよ。3、4、5、6、結構きついよ。7、頑張れ。8、9、10、お疲れ様です。反対側もやっていきましょう。今年はね、もう絶対痩せていたいから、へそ出しの服をたくさん買うようにしました。ぜひ皆さんも真似してみてください。まあ、いろいろね、意識しちゃうとね、やりづらくなっちゃうんで、とにかく意識してほしいのは、高く上げること、そしてゆっくり足パカをすることです。ダイエットやだやめるじゃなくて、とりあえずね、これだけでもやってください。ほんと携帯しながらね、簡単なんで。それではやってまいりましょう。1、結構ね、つま先をね、綺麗に伸ばすのもポイントの一つです。2、3、4、なんか靴下変。5、6、7、8、9、10、あれ？あ、10。結構きついんでね、時間空けても全然大丈夫ですよ。お疲れ様でした。
続いて紹介するのも足パカなんですけど、これはお尻、下っ腹、そして内ももに効くダイエット法です。これもね、意識するべきところは同じで、ゆっくり開くこと、そして大きく開くこと、そしてつま先を伸ばすことです。まあ、夏のねビキニとかね、綺麗に着るためにも内もも鍛えていきましょう。それではやっていきますよ。1開いて、2開いて、3開いて、4頑張れ、これ結構楽よね。5 6、ファイト、あ、ぼやけた。7、怖っ。8、もう少し。9、10、お疲れ様です。これも10のね3セットで大丈夫です。お疲れ。こんな感じでね、私いつも足バタバタさせたりしてます。お疲れ様でした。あと2つですね、頑張りましょう。続いて紹介するのは、後ろのね太ももに効くトレーニングです。これ腹筋もねすごく割れやすくなるので、ぜひやってみていただきたいです。まずはですね、お尻をグッて上げます。こんな感じ。そしてね、お腹部分が盛り上がらないように、すごくまっすぐ綺麗な状態を保って20秒やっていきます。あとね、これ後ろの太ももとお腹と、そしてお尻ですね、お尻もヒップアップするんで、まあ、これから先に水着を着る夏の季節とかね、絶対にねお尻上がってたいじゃないですか。なのでね、頑張っていきましょう。これもね、まあ、朝起きた時とか夜寝る前とかでベッドでねゆるくできるんで、本当にいつでもできます。これだったらダイエット続けれるんじゃないでしょうか。なんか本当に嫌になったらやめるとかじゃなくて、本当にながらでできるダイエット法をたくさん紹介していきたいなと思ってます。はい、こんな感じです。お疲れ様です。最後に紹介するのが空中エア自転車ですね。これも寝ながらできるトレーニングなので、ぜひ寝る前、朝起きた時にやっていただきたいです。まあ、やり方としては、こうやってね寝ている時に足を上に上げて、自転車を漕いでるように足をひたすら回すっていう方法ですね。これを1日30回、まあ、たまに私は気合入れたい時は50回してます。これもね、綺麗にね、自転車を漕ぐポーズをしてください。そしてこれね、足だけじゃなく腹筋にも効くんで、ぜひやってみてくださいね。あとは足ブラブラする。はい、こんな感じで足痩せ動画紹介してきたんですけど、いかがでしたでしょうか。まあね、結構前に紹介した足痩せ動画とね、あんまり変わってないかもしれないんですけど、今回はね、足の部位ごとにいろんなのを紹介できたからよかったかなと思います。まあ本当ね、皆様も足痩せたい場所ね、違ってくると思うし、夏が来るとね、やっぱり短パン履きたいし、ミニスカ履きたいし、まあ水着もね、着たいので、太ももとかね、綺麗に引き締めたいですよね。ぜひ私の足痩せ動画見返して、毎日ね、何かしら続けていただけると嬉しいです。そしてね、ダイエットってやっぱ誰かに応援されると頑張れるんですよ。私もね、誰かにダイエット頑張れってね、一言言われるだけでもうすごく燃えるんで、よかったらね、コメント欄でダイエット頑張りますとか言ってるコメントあったら、いいね押してあげてください。私もね、コメントは全部見てるので、なるべくね、たくさんいいねとかコメントできたらいいなと思います。なので皆さんで一致団結して応援し合ってダイエット頑張りましょう。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。本日もダイエットお疲れ様でした。それでは明日の動画で会いましょう。バイバイ。